スローダウンのスペクトログラムスローダウンは、海中で観測された発生原因不明の低周波の音波のパターンに付けられた音の名称である。なお、カタカナ表記では、スローダウンと書かれる場合もあるが、本校では以降、スローダウンに統一する。この音に、スローダウンという名称が与えられたのは、この音が7分以上の時間をかけてゆっくりと周波数が低くなっていったからである。 スローダウンがアメリカ海洋大気庁によって赤道付近の太平洋で録音されたのは1997年5月19日のことである。この音が観測された位置は太平洋の南位15度、成形115度付近。自動的に海中の音の観測を行うようになっている水中マイクによって録音された。この音は さらにその後も1997年に何度か観測された。しかしながら、この音の発生原因は不明である。この音が発生する原因の仮説の一つとしては、南極の氷が動いたことが発生原因だという説が存在する。これは、スペクトラムアナライザでの解析結果が、氷が動いた時に発生する音とスローダウンとでよく似ているからだ。このことから、 氷が陸地をするという摩擦現象がスローダウンの発生原因なのかもしれないと考えられている。海洋においてはスローダウン以外にも発生原因不明の音が観測されている。例えばアップスウィープ、ウィスル、トレイン、ブループ、ユリアといった音が上げられる。アコースティックスモニタリングプログラムアイスバーググラウンディングアメリカ海洋大気庁 AB ファーザーリーディング リードビジネスインフォメーションリミテッド P352007 年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年11月10日閲覧ありがとうございます。